今ね、なんか音が聞こえるんで、ちょっとこれ、今パート2になるんですけど、あれは道しるべ、何鳴ってるじゃん、またあっちのヤブの。今ちょっとすみません、今パート2です。ちょっと今帰り道ちょっと映す予定なかったんですけど、なんかちょっと森の奥からなんか扉が開くような音がずっとギーってなんか音してんだよね。聞こえてるよね、うん、やべえな、ちょっとコックリさんのやり方間違えたかこれ怒っちゃった怒っちゃった怒っちゃいました。何なんですかねこの音。いや本当で、でも下崖なんだよ。気になりますね。うん、でも狐ってコンコンコンだよね。はい、あのカタカナで。うん、え、これちょっとディレクターズカットで、あの本編ではアップしないから、これ分かりました。うん、これ後日怪奇現象が起きちゃったシリーズで。何なんですかね、木の音だと思うけど。やみましたね。やんだ？こっくりさん。ばあ、そんなこと言ったらばい。そんなこと言ったらばい。ことでやばい、ガチでやばいやばいやばい。え、嘘でしょ。だってちゃんと10円玉奉納したよ俺。うん、やみましたね。いや、多分これついてきてんだよ。多分、おそらく。多分ついてきてんじゃねえかこれ。マジっすか。ああ。いや、ちょっと怒らしちゃったかもしんないねこれ。やばい、やあれで音やみましたねマジで。でもなん、どういうことだ、そんな音する森の中で。なんかあの稲川淳二のさ、あの樹海のシリーズのうーとか読経が聞こえたとかさ、ジオンっぽかったですもんね。あ、そうそう、怖いな今。いや、でもやんだね、うん、何かいましたね。完璧に、完全にいたね。あーって、そうそう、この藪の中からさ、ちょっと照らして照らして、うん、暗い。嘘でしょ。俺らも狙ってます。マジか。でも早くか、でもこれ走れねえんだぞ、何があってもこれ滑るから。そうっすね。うん、でも音やんだね。やんだよね。うん、危ねえ。大丈夫ですか。大丈夫っす。大丈夫っす。マジ何の音だ。何の音だったんだろう。ここの方まで来たらね。うん、まあ。また鳴ってるよ。やばいやばいやばい。でもあっちの方だよねまだ、うん、そうでしょ。終わった、終わったかな。何だろう、あ、びったー、いきなり後ろの意味だよ、怖えな。どうぞ先。おお、止まったね、うん、いや、ちょっとすいませんけど、これはあのディレクターズカットでアップしますんで、すいませんけど、ちょっとガチでちょっとやばいっす。あ、すいません。
じゃあ切りますんで、今ちょっとこっからちょっと下り坂やばいんで、ちょっと切ります。すいません。